カフェムニでお茶をした後の私たち、コルソコモとケースターロードを見に行くためにアクションロデオの駅の周辺に向かいました。ここがアクションロデオのメイン通りらしいです。で、はい、アクションロデオ、ブランドもののハイブランド、日本でいう青山だそうです。で、どんなお店があるんだろう。あ、ロエベはないんだもんね。ロエベがここにはないみたいですね。何のブランドがあるんだ。あ、シャネル、シャネル、グッチ、グッチ。あれ、あの建物は何。あの360ですか。あれ車かな。すごい独特な、あれかな、あの黒いやつ。行ってみましょう、行ってみましょう。後で行っていいですか。ここです。あ、ここ、はい、わー、やっぱりなんか高級車が目の前に止まるのね。はい、コルソコモは店内の撮影が禁止だったので、私たちはこの後30分くらいかけてゆっくりと店内を歩き回りました。お店を出た頃には夕方、もう辺りは暗くなってきていたので、急いでケースターロードの方を見に行こうと思って歩いていたところ、なんかね、通りの向かいにあるシャネルのお店の前に人だかりができてたんです。そこでマリナ氏があることに気づきました。クルさん、これ絶対今誰かシャネルのお店の中にいますよ。初めての韓国で、まさかまさか普通にお買い物とかお茶をして街を歩いていたら、え、憧れのあの人がいるかもしれないって思ったら、そりゃあ走り出しますよね。ドラゴンじゃない、シャネルだから。うん、シャネルと言ったらジードラゴンじゃん。え、誰かいるの。なになに、絵文字見れる。うそここより前に行っちゃいけない感じなの、これは。あんまり分かんないってなんかすごい、なんかすごい。待ってましょうか。待てれる、はい、やめとく。いや、これは多分、でも多分いい人だと思う。あ、何、何、この車関係ないの。分かんない。なんかポップアップかな、なんかイベントやってんのかな。次々来る系、次々来る系かもしれない。もう分かんない。すごいパパラッチ、あっち行ったよ。あそこで乗っちゃう系、ワートゥードア。あそこで乗っちゃう系、ワートゥードア。だからあっち側にいるんですかね。あっち側行ってみます。わあ、せっかくだし。そうなんですよ、シャネルとフリーズのパーティーが行われていた日だったそうです。で、大事なのは G ドラゴン様に会えたのかどうかってことじゃないですか。私がこの日遭遇することができた方が、さっきのオフィシャル動画の中に映っています。それではここからその遭遇できた時の動画をご覧ください。잠깐만요, 잠깐만요, 차가 나가야 돼서.
て、誰なんか危ないって危ないって危ないって、ああああああ、終わり？まだいそうだよね。お一人目タイミングよく遭遇できたのは俳優のイ・ジェフンさんでした。韓国のタレントさんたちって本当にこういうファンサっていうのかな、すごいサービス精神が旺盛で、指ハートとかしてなんかこうおっぱーって言ってくれた子に対してリアクションしてあげてたのがすごく新鮮でした。続いての方参りましょう。お二人目遭遇できたのはチョン・リョウォンさん。この他にも外に出てきた人何人かお見かけできたんですけれども、残念ながらリョウォンさんはもう私たちが到着した時には出ちゃってたみたいでした。あー、のんきにコルソコモで洋服を見ていた間にジヨン氏が行ってしまったのかと思うとね、ちょっと残念っていうか、あーっていう、もうただその言葉しか出てこないんですけれども、ただ韓国旅行に初めて行ってこんな経験はなかなかできないなと思ったので、まあ、非常に貴重な韓国の俳優さんに遭遇するという経験をできました。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アニョーン。